でもさ、思ったんだけどさ、俺らのさ、俺の放送ってさ、年齢層高いじゃん。でもさ、あの、ピザラジのやつって年齢低いんだね。だってあの、何、ペロンだっけペロン知らなかったじゃん。あと、ソックタッチ知らないでしょソックタッチ。ソックタッチ知らないやついたいもんね。やっぱみんな若いんだよね。まだ十歳とか10ぐらいなんかな。20代前半とかなんだよな、ピザラジそう。俺ら絶対30じゃん。まあ、20代後半から30、30代前半、ソックタッチわからん。ソックタッチ知らんの ソックタッチ知らんのお前ら。お前らルーズソックス知らんのルーズソックス。ルーズソックスって、あ止めるためにさ、ルーズだからボエボエなんだけどずり、ずり落ちちゃうんだ。ずり落とないようにソックタッチってって、足にり乗り付けて、そこにルーズソックスペタッと貼って、足の周りに貼るのルーズソックス、あの、糊を。で、そのルーズソックスが落ちないようにするっていう。で、ルーズソックスってもう、そのあれなんだ。 一番いい場所があったの。ルーソックスって、このすねのここ。見えねえか。ここなんだよ。ここ。このふくらはぎの一番でかいとこなの。でかいとこで、でかいとこで、こう、ここで止めるんだよ。でかいとこ、ちょい下な、ちょい下。ちょい下で止めて、で、こう、ここでここにぐーっと貼るんだよ、ソッたちを。糊を。で、このルーソックス、こうやって、やってで、ここから下伸ばすんだ。で、ここら辺がダブダだブ。見えるか。 これをダブダブさせて、ルーズソックスっていう。で、ルーズソックスから、そのミニスカートで、めちゃくちゃ流行ったんですよ。高校生、女子高生っつったらもう、ルーズソックスのミニスカート。で、俺らが、卒業ぐらいかな。俺ら高3の時に、早いやつはもうコンの配送に変えてたんだ。早いやつは。早いやつはそっからコンの配送行ったんだ。ちょっと清掃な系で。で、コンの配送とル、ルあのミニスカートだった。 アムラー世代はもう完全なもう、あれです。ルーソックスと。だから、俺は女子高生のコスプレって言ったらもうルーソックスとミニスカートだったもう絶対そう。俺らの世代は絶対そうと思う。今度配送っていうのは、田舎のやつはなんか、俺らのもうちょっと若いやつ俺らの4、5個下ぐらいのやつの田舎のやつだったらまだルーソックス流行ってるから、そいつらもまあ、そそちょびれば世代。今の JK 靴下めっちゃ短い。そうなんだ。もう全然わかんないわ。 誰々のカーディがある。あ、もう、お前めっちゃ可愛いんだ、あれ、こうやって。この手からさ、このさ、冬のさ、この手からさ、この、ちょっと出るこの手、これ、これ超可愛いんだこれでボールペンとか持つの、あいつら。これでボールペン持ってる手超可愛いんだ、あいつ。わかるだろ冬場とか超可愛かった、あれ。あれ、マジで。誰がピグモンなのバカ、お前。 しょうがねえが T シャツなんだね、お前。<laughs> しょうがねえが。あれ、マジ可愛かったんだよ、あれ。な。冬とか、あ、可愛いんで可愛らしいって言ってさ、小さいさ。で、その頃まだね、爪とか流行ってないんだよ、そこまで。やっぱ女子高生ではそんなにネイルとか流行ってなかったから、俺の時は。綺麗な爪のさ、でもちっちゃい手の白いやつでこうやってこう、こうやってやってさ、可愛らしい、あれ。 あれは、まあ、興奮というか可愛いな、女はなっていう、それ、それ流行ったんですけどそれ今もいるかまあ、今いるかは分かんないけど。スカートの中にジャージ履いてるやつ殺意あ、そ、撮影やね。それギャルがやり出したんだよ、先に。なんか生きってる、そのギャルがミニスカートで、ルーソックス履いてるのに寒いからってジャージ履き出して、もうあれ終わってた、あの文化。生きってるやつ、だからちょっと可愛い系、あれをやり出すわけよ。何やってんのっていう。 何さらしとんだ、ボケっていう。もうね、最悪だったね、あれは。あら、あれはダメ。色気ゼロ。寒くても、な生肌だ。当たり前だ、バカ野郎っていう。だから、からその、山んばとかそっち系、でもね、でも俺の時まだ晴れやんかった。まだ大丈夫だった。俺の時は、寒くても絶対にそのジャージを履くって文化らなかった。ちょっと俺らの下ぐらいだったの、ね、よ。渋谷とかね。東京の、俺らの世代の、東京のやつらちょっと早いずつ生きてるとか、それやり出して、まあ、寒いんだろうけどね。 でも俺らのこれはもうな、ね、い。俺は今度のハイソックス。今度の5個下。そう。5個下ぐらいやったらもうハイソックス流行ってるかな。でも俺ら5個下でも田舎のやつ。田舎のやつはまだね、ルーソックス。やっぱ、ね、田舎はね、遅いんですよ。どんどん。だって、俺らがルーソックスすげえ流行ってるのに、田舎のやつは三つ折りでちょっと、ちょっと可愛いやついたの。田舎なのに、田舎だから三つ折りだったの。まだ。めっちゃくちゃ可愛い。なんかイケてる女なのに。イケてる女子高生なのに。まだ三つ折りのやついたの。あ、古いんだね。やっぱ田舎だから遅いんだなっていう。 で、ルーズでも、なんかね、ルーズでもさ、ルーズ2種類あるんだ2種類っていうか3種類くらいあるんだけど、何種類か。スーパールーズとか、普通のルーズ。俺普通のルーズが一番わいんだけど、あとね、ルーズじゃないさ、なんか、ストーンってやつあったんだ。ストーンってやつ。ここソックタッチしてからのストーンがあった、ストーンが。ストーンがね、俺マジ嫌いで、うん。全然色気ないんだ。なんかストーンで、デブはストーンなんだ。あれ、なんでルーズが流行ったかっていうと、足首をキュッと見せたい。キュッとしてないやつをごまかすためのルーズソックスが流行ったんだけど、あれ。 それが流行ったんだ。で、それで可愛らしいってことですげえ流行ったんだけど。あ、バーバリーのマフラーみんなしてたなぁ、女子高生な。みんなやってた。もう、名古屋だ、チューパーっていうね、その、あるんだけど、宗教女子っていう、あの、ここら辺もうみんな。あと、東宝とね。名古屋の人しか俺わかんないけど、<laughs> 東宝と、チューパーと、そこら辺がま可愛らしいね、あのね、やってたんですよ。金城とかの俺喋、俺あんま合わなかったんだね。 そのあれ近所って東海、東海とさ、ズブズブじゃん。東キャと、東キャ。俺はその近所と喋るのコツさえも許されなかったから。あ下級民族だったから。東海と、もう近所みたいな。それ以外俺は喋らしくなかった。はあんたどこの高校つって言う。あ、僕、えどこどこあとと、東海じゃないんだ。あ、そうなんだ。じゃあ私と喋れないからごめんね。みたいな。ググったけど、だるだるで包帯みたいな。そう。でもそれが可愛かったんだよ、それが。 グッチとかのブランド物の,の紙袋とか持ってる女子って、そう、いたな、昔はな、それいた。なんでみんな、まあ、買えなかったからショップ箱買ってたんだろうな。んかミニ袋す,すげえ使ってたのな。セシルマクビーは流行ったな、流行ってたな、流行ってた、流行ってた。厚底ブーツとかあったけど、でもやっぱり、やっぱルーソックスにローファーだったな、一番いいのは。ローファーでしょ。あの、スニーカーのやつはなんかちょやっと中学生っぽくに見えちゃうんだ。なんかちょっと、ガキっぽく見える、ね。やっぱローファーだよね。ローファーにルーソックスで、 国民が見て昭和校のギャルはどうでしたてか俺昭和のやつ付き合ってたよ。俺昭和のやつ付き合ってたから別に普通だったかなローファーのかかと踏んでる女嫌いだけど好き。どっちだ <laughs> どっちだそれは。でも分かるぞ。嫌いなんだけど好きなんだよな。分かるぞ。ちょ,ちょっと分かるぞ。東京行く前に別れた。浪人の時に別れたかな振られた。振られた。あまりにも勉強しなかったから振られた。<laughs> <laughs> こいつ人として終わってんなと思われたんだよこれダメだっ,つって言った。 だからそういう、そういう時ですよ。もうみんなが知らない。スタビ常連国にはスタビか。俺やってなかったな。もう格ゲーばっかりやってたから。俺がその東京行ったぐらいからスター、スタービーズだったっけまあ出会い系サイトなんだけど、それがすげえ流行りだして。でも、あの裏でやってるやつもいたけど、全然俺だ、俺の周りは全くやってなかった、ね。もう本当に俺は格ゲーと、マージャンと、セックスしかしなかった。本当に、本当その3点。 サビはうんこちゃんが荒らしまくった。あ <laughs>、そうな<は>。<laughs>